を走る創価大学の島津よりが24秒速いペースで走っていて、現在この区間では最もいいペースで走っています。映像1号車に変わりました。先頭逃げる創価大学の島津雄大です。セラミ雄前総監督がチームの土台を作り、そして渡辺さん、はい、江戸木勝孝監督、まあ、受け継いで就任2年目、あるいは優勝監督になるかもしれませんね。そうですね、彼は中央大学で4年連続、まあ、区間賞を取っているんですよね。渡辺さんとほぼ同世代、僕の1個下なんですけど、後ろに乗っています、まあ、そうですね、はい、でまあ、箱根駅伝は よく知り尽くしてますよね。もちろん結果もそうですし、で実業団の指導経験もあって、指導者としても長いんですよね、はい、でそういう意味ではですね、これ早い段階でですね、この優勝争いができるチームを作り上げたという意味ですごいと思いますね。青山学院の原監督も就任して7回目の箱根で初めてのオール優勝、あるいは江戸木勝孝監督、中央大学時代は4年連続区間賞、江戸木監督就任2年目でオール優勝なるでしょうか。はい、ではランナーを待ちいてます小田原中継所を聞きます。平松さん、はい、美しい湘南の海岸線、そして遥かに望む険しい箱根の山々を結ぶ小田原中継所、5区に挑むランナーたちが揃っています。先頭創価大学は往路優勝に向けて初めての箱根駅伝、三上雄太を据えてきました。そして大東海大学、3度目の山登り、4年生の西田武史、終始口は毎日文字でした。そして東洋大学、去年5区区間記録を樹立した宮下隼人、まさに大前自弱、堂々たる様子でウォーミングアップを行っていました。さあ、天下の県への玄関口、緩やかな山下ろしの風吹く小田原中継所、箱根走りの岩根を踏みしめる山男たちの共演はもう間もなくです。札幌ビール新春スポーツスペシャル第97回箱根駅伝、小田原中継所が近づいています。